こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、マーラタンとお寿司を食べたいと思います。こちらデリバリーしました。こちらは前も動画で食べたことがあるんですけど、しっぽうマーラタンというお店の大好きなマーラタンです。今日は辛さは0から5までの一番のピリ辛です。なんか最近あんまりね、こういうマーラタンと辛いやつを辛くない味で食べるのが好きです。で、あとね、これめっちゃ美味しいんですよ、豚しゃぶ飯で。これはね、タロー寿司っていうお店のロール寿司ですね。いろいろあって幸せです。いただきます。まずはマーラタンから。春雨美味しそうです。あ、ピリ辛でも結構辛いかも。薬膳っぽいやつ、なんか的なのが効いてるから結構辛い感じします。うん、なんか薬膳っぽい味が好き。お肉も美味しそう。トッピングの卵が美味しい。味は染みとって美味しい。ちょっとね、しょっからい味、普通の味玉とかとの味と違う。これは高野豆腐です。スープを吸っとって美味しいですね。マラタンって味も美味しいけど体にも良さそうな感じがする。豚しゃぶ丼です。ごまだれみたいのがついてるんだけど、これがね、甘くて美味しい。なんかお味噌っぽい味のごまだれ。これ豚肉って美味しい。お寿司も食べよう。これサーモンですね、サーモンロール。分厚いサーモンとアボカドが入っとって美味しい。アボカドがとろっとしてます。この卵の黄身をね、ちょっとスープに溶かしながら食べるのが好きなんです。これはハマチです。これはカニとキュウリとアボカドが入ってます。これ巻き物でキュウリがいいですね、食感が。これはエビフライです。この間に巻かれた海苔がいいですね。これはうなぎです。うなぎとアボカド。巻いたりも美味しい。イクラとかサーモンとか入ってますね。ちょっとこう早送り中 ASMR 撮ります。後日アップします。ここでは早送りです。なんかタピオカ飲みたくなってきた。私最近でもタピオカが好きっていうか、タピオカのミルクティーがね好き。大量のミルクティーを飲みたくて頼む。ピザ美味しそう。だからね、タピオカが入ってなくてもいいんですよ。さて、撮影中に届きますかね。あ、なんかイヤホン取ったけど変な感じ。
辛くないと物足りない感じてくる。甘いごまだれがさ、マーラタの辛さと対比して美味しいんですよね。あ、なんか薬膳の味がするけど、やっぱ辛さがないと物足りなくなってきた。じゃあ最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。マーラタンとロール寿司めっちゃ美味しかったです。この2種類全然違うものが食べられて幸せでしたね。じゃあタピオカミルクティーはね、さすがに届かなかったです。でもこの後届くからネットフリックス見ながら飲みます。早送り中に撮った ASMR ももうゆるちゃんで上がってると思いますので、ぜひぜひ見に行ってみてください。説明欄に載せておきます。じゃあ最後のおすすめ動画のところにも出ると思います。でとっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。皆さん動画の通知はオンにしてますか？チャンネル登録の横にあるベルをクリックするとできますので、してもらえると嬉しいです。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。